浜松市内の中学生が日頃の活動の成果を発表する浜松市中学校総合文化祭。11月23日土曜日には歌や演奏、研究発表などが行われるステージの部がサーラ音楽ホールで開催されます。今回のダモンデ浜松では当日ステージに立つ中学校の中から入野中学校と関市中学校の吹奏楽部の皆さんをご紹介します。まずは浜松市立入野中学校吹奏楽部の皆さん。普段は楽器の演奏をメインに活動していますが、当日は全体合唱に参加します。実は合唱のメンバーとして舞台に立つのは今回が初めて。同じ音楽の分野でも新たなステージに挑戦します。普段は吹奏楽部として活動しているんですけれども、他の学校さんからお声掛けいただきまして、ちょっと参加する流れとなりました。吹奏楽部では普段歌練習、音感を鍛えるために歌練習もしているので、普段とは違う音楽の形ではあるんですけれども、また違う形でお客様に音楽また届けられたらいいなと思って、参加を決めさせていただきました。普段とは違う形で自分たちの音楽を届けたい。日頃の活動でも歌の練習を取り入れているという皆さん、掃除の時間にもついつい歌声が漏れてしまいます。そんな歌が大好きな入野中学校吹奏楽部の皆さん、今回は2年生の生徒さんにお話を聞いてみました。入野中学校の皆さん、こんにちは。こんにちは。まずは部長さんにお話を聞いてみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、初めて参加する気持ち。そうですね、合唱がすごい初めてなんですけど、私たちの音楽で聴いてくださる皆さんを、歌ってる私たちも笑顔にできたらなって思ってます。本番は何歌いますか。本番は、春にという楽曲とジグザグ道の下でとジグザグな屋根の下でと、浜松市かの3曲を歌います。足場所ください。4曲を歌います。緊張しながらも一生懸命に答えてくれた部長さん、ありがとうございました。それでは本番に向けて練習中の楽曲、翼をくださいを披露してもらいます。ありがとうございました。今回初めて合唱に参加する入野中学校の皆さん、普段の楽器演奏とは全く違った難しさがありますよね。皆さんは普段吹奏楽部として活動されてるっていうことで合唱は初めてとお聞きしたんですが、合唱と合奏ってどういうところが違って難しいか誰か教えてくれますか。はい、お、はい、じゃあお姉さん、はい、どういうところが違いますか。合唱は合奏と違って、歌詞があるから歌詞に込められた思いを表現することがちょっと難しいです。おー、
ところとか素晴らしいところ教えてください。やっぱ合唱のいいところはやっぱ周りと一緒に歌ってなんか嬉しくなれたりだとか、やっぱあとなんか心も落ち着いたりするから、本当合唱はいいと思います。ありがとうございます。続いて普段の活動の様子についてお話を聞いてみます。どんな部活かっていうところを聞きたいんですけど、みんな先生から聞きたくないこの質問。聞きたいです。はい、じゃあはい、すごく真面目にひたむきに頑張る子が多い部活だなって思ってて、特に今のこの2年生の代の子たちはすごい明るくて前向きな子がすごく多いなって思ってるんですけれども、今も、合唱本当に初めてでいろいろ多分難しいこともすごいあると思うんですけど、今も合奏をやりながら合唱をやりながらすごいよくどっちも頑張ってくれてるので本当にいい子たちです。 いつもあったかい雰囲気で頑張ってます。入りたい、なんか新しいことに前向きに取り組むひたむきな姿勢が伸びやかな歌声にも表れていますよね。私たちは慣れない合唱ですけれど精一杯頑張って、私たちの音楽をお届けするので、ぜひ23日の土曜日来てください。入野中学校吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。続いてはこちら、浜松市立関市中学校吹奏楽部の皆さんです。関市中学校吹奏楽部は2年生15人、1年生10人の25人で活動しています。今回の文化祭には単独での演奏に加えて全体合唱で披露される浜松市歌の伴奏として参加、多くの学校の歌声を支える重要な役どころを任されているんです。この日は中間テストの最終日、久々の部活動にお邪魔しました。それでは部員の皆さんにお話を聞いてみましょう。関市中学校吹奏楽部の皆さん、こんにちは。こんにちは。それではこの中、部長さんは誰ですかね。はい、はい、我々関市中学校吹奏楽部は一蓮托生をスローガンに日々練習しています。普段の練習では、意見を出し合って時間を効率的に使って練習できるようにしています。結果にとらわれず運命を共にするという意味の一蓮托生を掲げる関市中学校吹奏楽部、気づいたことはすぐに伝えたり共有したりすることで仲間と共に高め合っているんです。その結果、夏に行われた静岡県吹奏楽コンクール中学生A編成の部では見事銀賞を獲得することができました。そして総合文化祭には昨年も参加、今年と同様浜松市歌の伴奏を披露しました。全体合唱の伴奏は全員の支える役目なので緊張しましたが、みんなで浜松市歌を完成させることができてよかったです。ありがとうございます。しっかり落ち着いて答えてくれましたが、実はインタビュー前に受け答えを猛練習、何事にも真面目に取り組む姿勢が垣間見えますが、普段はどんな様子で活動しているんでしょうか。私たちは普段の練習、明るく楽しい雰囲気で活動することを心がけています。日々笑顔で活動している人が多いですが、先輩と後輩との関係がしっかりしていて、挨拶など礼儀正しさを大切にするようにしています。今日も先輩来てくれてますけど、先輩好きですか。大好きです。一蓮托生の教えが先輩後輩の信頼関係にもしっかり根付いているようです。顧問の対馬先生のもと、日々ストイックに音と向き合い練習を重ねている関市中学校吹奏楽部。
実は浜松歯科の練習は取材に訪れたこの日が初日。譜面が配られてすぐに合奏練習が始まりました。吹奏楽にとってっていうのはやりやすいんだけど、これは吹奏楽にはやりにくい調なんです。だから曲そのものはなんとなく分かってはいるんですが、あの楽譜は初めてなので、その割には今までのことと比べる考えるとよくできてるね。その割にはね、ただこのままいかれちゃうと何も変わってないじゃんって嫌なのでね。あの子するぞ。はい、確か8分の12拍子で表紙がちょっと難しい。うまく吹けるといいね。はい、ですね、ほぼ毎年出ております、うん。こういったイベントに参加する意義とか、中学生に感じてほしいこととかってどういうことですか？はい、やはりあの本番を経験するということが、まあ、大人でもそうなんですけれども、特に子どもたちには貴重なもので、この一回一回の積み重ねが間違いなくその子の財産になりますので、できるものはなるべくやろうとしております。まあ、そうは言ってもなかなか追いつかないところも多いので困っておりますけれども、頑張っております。お互いに意見を出し合いながら、より完成された音の仕上がりを目指す部員たち。本番はどのような演奏を聞かせてくれるのか楽しみですね。それでは最後に意気込みをお願いします。私たちが日々練習してきた練習の成果を十分に発揮できるよう頑張ります。頑張るぞ。関市中学校吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。日常の文化活動を発表し合うことで、市内中学生の文化振興と文化レベルの向上を図る総合文化祭。地域の中学生が日頃どのような表情で部活動に励んでいるのか、何を考え、どのようなことに興味を持って学びを深めているのか、そういった学校の中の取り組みを市民の皆さんが知るきっかけにもなります。23日のステージの部では、今回紹介した2校をはじめ市内18校が参加。子どもたちの生き生きとした様子と活動の成果を見に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。